皆様ごきげんよう。今日はですね、旅行で福岡に来ておりまして、九州といえば成人式がね、やばいじゃん。そうですね、うん、日本一でしょ、一番やばいです、沖縄やばいみたいな。あ、そうなんだ。俺成人式の日試合しょって成人式行かなかったんだけど、どんな感じか突撃したいなと思って見ていこうかなと。見てください、あれやばいですね。やばいでしょ、釣りごと盛り上がってる。ちょっとどんな感じなのか見に行ってみましょうか。行きますか。行きましょう。うわ、写真撮ってください。写真撮ってください。写真撮ってください。おめでとう。なんて書いてるそれ。待って、俺も。あ、松永優斗です。浦和、浦和、浦和、もうリーズのパパなんですよ。へー、すごい、いいね。オッケー、ありがとうございます。 YouTube 載せてください、お願いします。あざす。なんか武勇伝は、武勇伝、武勇伝、武勇伝は過去の武勇伝。年下に喧嘩売って殴られて失神しました。最後気持ち悪い降ってきたね。じゃあ行こう行こう、あれか、トツトシ、トツ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 、すごい、俺すごい、俺どんな大人になりたいですかって。絶対大人になりたいって。背中からなんか生えとる、やばっ。傘もおしゃれやもんね。見てください、男の子やろ。なんか絨毯みたいなの着てるじゃないですか。ちょっと引きずってんもん、ペルシャ絨毯みたいな。おいおい、うわ、待って、出た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 、来るって思った。 YouTube 出れますか。はい、出れます、出れます。すごいよ、マジで。やばい、俺すぐ分かった。やばくない、すぐ YouTube 見てますよ。おもろいやん。写真撮ってくださいよ。ありがとう。マジか、いいですか。俺完璧です。そうですよ。やばいでしょ。あ、アウトサイダー、あざっす。入って撮ってくださいよ。めっちゃいいね、それ。はい、もうすげえこれ。あ、サムネですか。サムネ、サムネ、サムネ。俺どうしたらいい、俺どうしたらいい、俺ちょっと、ちょっとやめてみたいな。ちょ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 、すべて持っていかれるですね。写真ですか。すごいやん。写真誰か撮って。お願い。写真撮ってくれ。頑張って直しました。ちげえだってこれ。ありがとうございます。すごいですね。マジで。一番目立ってるんでしょ。ちゃん気合入ってます。気合の入り方が違うね。違いますね。ホストみたいな。おお、ホスト。ホスト衆やん。若い衆。なんか違うね。なんか違いますね。これはホストみたいな。三代目？え？三代目？四代目。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 そこら辺ブラザーズ。なかなか面白いよ。今日は新成人の。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。今固まっちゃう。無理やろ。スパニング、スパニング、スパニングみたいな。スパニング。来た。写真撮りますか。写真撮ってください。ぜひ。頑張ってください。インタビューしていきます。みんなかっこいいね。かっこいいですね。なんかでもいつもさ、逮捕される人が出るとか言うけど、なんかみんないい子だけどね。すごいね。あ、すごいすごい。これはすごいな。ビビったもん。キラキラ。やばいやん。こういうのって総額いくらぐらいかかってるんですか。これは30万。30万だって。高いな。どんな大人になりたいですか。どんな大人になりたい。お金持ちになりたい。お金持ち。どんな大人になりたいですか。ビブルさんみたいな。俺みたいな。めちゃめちゃもうアウトローもかっこいい。ありがとうございます。一回さ、ちょっと離れた方がいいかもしれない。離れて、一気に的に来た人を使ってこい。あっち行こうや。やれやろ。めちゃくちゃかっこいい。ライジ見に行きました。あ、行きました。YouTube 出れますか。あ、出たい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 。ちょっと待って、最初俺2人がいい。俺、だって俺ごめん、ライジ見に行ったけど。はい、行きましょう。じゃあ行っていいですか。先に行っていいですか。行きます。はい、行きます。行きます。行きます。やばい。成人おめでとうございます。
ありがとうございます。武勇で教えてください、武勇で。こういう格好してる人は悪い人じゃないの。別にそういうわけじゃない。そんなわけじゃないですね。車、運転中。ちげえな。ちげえな。すごいやん。すごい武勇でなの。運転中。運転中に漏らしたらしい。結構見るけど大丈夫。まあ大丈夫です。じゃあ、皆さんどんな大人になりたいですか。立派な大人に。立派な大人に。おー、素晴らしい。はい。すごいね。これどういうあれなんですか。初めて見たんだけど、今日。これ、けど、なんかいきなり、ワンピースみたいなね。ちょっと。ワンピース。今までなんか武勇伝みたいなの教えてもらいたいですね。武勇伝一番の。武勇伝どういう系ですか。悪い系の。悪い系そんなに悪いことしなかったタイプ。なんか見た目は今もめちゃめちゃ悪い人に見えるけど悪い系これ意外といい子が多い。いい子が多いですね、マジで。どういうの悪い系か。やっぱ俺たちの感覚とちょっと違うのかもしれない、うん、なんか俺は暴走族とかだったらこういう格好してたから。あでもなんか違うんだった。今日単車が乗りだったんですよ。暴走もしょってます。暴走もしょってます。今日捕まったことは一回もないです。捕まったことないやつは一番悪いやつです。どんな大人になりたいですか。どんな大人。仕事ができる人になりたいですね。とりあえず仕事頑張る。一緒のこと言うなよ。お前彼女を幸せにするとかやったやろか。これ流れます。恥ずかしいこと言ってんねんかお前。痛いわ。ステージおめでとうございます。あ、ありがとうございます。あのアウトサイダーの6065の次タイトルマッチ、タイトルマッチの子がいました。誰ですか相手は。樋口選手。あ、樋口くんとやるんだ。樋口くんとは僕も2回やってますから。どうですか。なんか対策ありますか。なんか逆に対策はもう寝技にならないこと。それで自分も考えた。でもチャンピオンベルトは言ったら俺が持ってたベルトなんで、なんか感慨深いです。ここで会ったことほんまに。取ったらインスタでメッセージします。あ、ぜひぜひ。そしたら東京に来てもらってスパーリングしましょう。あ、ぜひぜひ。樋口くんより俺の方が強いから。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。あ、成人…え、お父さん。まだ19、まだ19。成人めちゃめちゃ貫禄あるな。多分精神と時の辺入っとった。5年ぐらい。すごいっすね。なんかもうザ不良って。なんか武勇伝とかあったりしますか。武勇伝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 。ナイス。いやいい。いやでもない方がいいことなんですよ。皆さんどんな大人になりたいですか。1月に子供が生まれたんですよ。はいはいはい。娘が生まれたんで立派な子になるように。おめちゃめちゃいい人。生まれてなくても生まれたっぽかったもん最初から。すごいお父さんっぽいです。自分はちょっと家族に、お母さんですけど、お母さんに左足用の一戸建てを買ってやりたい。待って、いい人しかおらん。いい子が多いよ、やっぱいい子ばっかですね、本当に。いい子多い、うん、いや、素晴らしいです。日本の未来は明るいです。お酒とかで失敗しないように友達にも言ってあげてください。今日、成人した日にね、いいことないんで、うん、捕まったりしたら。ありがとうございました。ありがとうございます。個性的すぎる話。すいません、もう情報が渋滞してます。なんか、何に突っ込んでいいのか分からないけど。いやすごいっすね。何から何まで、これは話すからね。なんかあった時何かあったら見て。足蹴られたみたいな。足蹴られた。何があるか。そんなことあるんですか。金玉みたいなのあるんですか。いやでも今日見てないんですよ。あ、珍しい。あ、珍しいんだ。なんかミクルさんのオーラが。いやみんな縮こまった。いやいやいや。でもなんかやっぱ成人の日に喧嘩とか良くないですか。良くない。一番おめでたい日に感謝です。すごいですね。上はさ、袴っぽいのにさ、中はスーツっていうか、どっちも金備えた人初めて見たわ。めちゃくちゃ新しいトレンド。新しい人ですよね。来年からね。そういう美容系の人だったんですか。いや、全然、まあ、全然です。ここなんか勉強してる感じの勉強何もしてない。何もしてません。どういう大人になりたいですか。どういう大人。やっぱナンバーワン。ナンバーワン。ホスト。ホスト。ホストって言われるんですけど、全然なんですよ。全然です。もう普通に行きたい。あ、そうです。仕事を何されてるんですか。業者関係。業者関係。そうですね。これ見られたら終わり。この大丈夫ですか。あ、全然大丈夫。大丈夫。言ってることもおかしい。全然大丈夫。おかしい。すごいですね。面白い話があったら聞きたいけど。面白い話ですか。自分の中で一番面白かったんですよ。もう今すでに一番面白いけど、今日インタビューした中では。何もない。何もない。何もない。先ほどね、昼飯を食おうと道を歩いてましたら、なんか100キロを超えたもうゴリゴリのハルクみたいな人がいきなりなんか絡んできて。筋肉系 YouTuber だっけ、あのジンさんっていうね、
パーリングしたいということなんで、今からスパーリングをしていこうと思います。